岩本つとむ、岩本つとむ、岩本つとむ、1971年5月11日隊は、大阪府八尾市出身、選手名官によっては、阪南市との記述もあるの、元プロ野球選手、投手、宇藤右打ち、野球解説者、野球評論家、タレント。現役引退後は、ホリプロ所属。愛称は、ガンちゃん。 在日韓国人二世の両親の間に生まれる。母は日本へ帰化していたため自身も日本国籍だったが、岩本という姓は通名で、姉と弟と共に母の姓である大山が本名であった。1995年、父が日本国籍を取得した際に、一家で岩本姓となった。弟は10ヶ月年下で同学年である。 関南大学高等学校から1989年のドラフト2位で日本ハムファイターズに入団。契約金は5、0円。年俸は480万円。金額は推定。2年目にプロ初登板を果たすと5試合に登板したが無勝利に終わった。は、イップスを発症。2軍でのバントフォーメーション練習時の調整中の内野手の旅重なる下打ちが原因で。 投手陣全体に、請求難がし、岩本が特に一靴になるほどの重傷であったという、投球ができなくなり、2年ぶりに一軍登板なしに、終わった。4年目は1年間室内練習場の片隅で、1日選球の、ネットスローや、後輩の内野手、荒井翔吾に投球を打ってもらうなど、投げる感覚を取り戻すことに専念、シーズン終盤のイースタンリーグ千バロッテマリーンズ戦で、 実戦復帰を果たす、くしくも内野フライとなった、実戦復帰後最初の打者の打球を補給したのは、イップス克服に協力した、新井であった。一軍当番はこのシーズンもなく、正義選手候補にも上がったが、大沢刑事監督の要望で、戦力外を免れる。周期キャンプで、岩本が、守備練習の送球は普通に投げられることに気づいた、高橋十三コーチのアドバイスにより、 その動きを取り入れるためにサイドスローに転向。2はシーズンを通じてサイドスローを貫き、イースタンリーグで月間 MVP 獲得、3年ぶりに一軍登板を果たす。勝ち星こそなかったが9試合に登板する。同年のウィンターリーグではストッパーとして活躍した。はこの年から一軍投資コーチに就任した大石清のアドバイスをきっかけにスリーターに、 フォームが変わる。7月14日の対西部ライオンズ戦で、待望のプロ初勝利を挙げると、この年10番戦まで、ロングリリーフとして、結果を残しそれ以降は先発ローテーションに定着。5勝7敗の成績ではあったが、防御率3.07と安定感があり、初めて規定投球回に到達した。開幕戦が雨で2日流れたこともあり。 結果的にではあるが、初の開幕投手を務めた。この年は、前年より安定感を欠いたものの初の二桁勝利となる10勝を記録した。開幕から不調が続き途中リリーフに回るも持ち直し、先発に復帰したが、規定投球回には届かなかった。27試合の登板で、7勝6敗3セーブ、防御率4.74に終わった。 は開幕直前に開幕投手を予定してたキップグロスが怪我で離脱し、2年ぶりの開幕投手を任され、西武ドームで西武を相手に4安打で、完封勝利を挙げた。球団史上初の開幕戦の完封勝利で、完封リレーも過去に1983年の高楽園球場の半球戦で2カラレーで勝利、下のみだった。シーズンでも前半戦でリーグ受賞一番乗りを果たし、 オールスターゲームに初出場し、2000年まで3年連続で、9円に監督推薦で選ばれた。しかし、チームの失速とともに、本人も勝てず、後半戦は一勝しかできなかった。キャリアで1イニング3非本塁打を3度、経験しているが、2度目となった5月8日の対、ロッテ戦では、クリオ・フランコ、初芝清吉に連続被弾、佐藤幸彦に、ランニング本塁打されている。 同年は11勝8敗、防御率4.11の成績を残したほか、10関東を記録した。から登録名を岩本勤に変更し、2001年までこの登録名だった。開幕戦は東京ドームで近鉄を相手に3安打で完封勝利を達成した。開幕戦で2年連続の完封勝利は稲尾和久、西鉄以来37年ぶりのパシフィックリーグ。 記録である。自己最多の13勝を挙げ、2年連続リーグ最多関東を達成した。日韓プロ野球スーパーゲームに全日本軍で出場。3年連続開幕投手を務め、西武ライオンズの松坂大輔と投げ合い、6回まで無失点に抑えていたが7回に3失点と同点に、追いつかれたが8回を3失点で投げ抜いた。しかし9回に、 チームは追いつかれてしまい勝敗はつかなかった。シドニーオリンピックの日本代表選手候補になるが、負傷を理由に辞退した。同年は24試合に登板したが、6勝12敗、防御率5.21に終わった。この年以降満足な投球ができず、徐々に登板機会が失われていった。もう負け数が前年と同じ十二で、勝ち星は七勝にとどまるなど、前年とそれほど、 変化の見られないシーズンとなった。は、登録名を本名に戻したが、故障や不調でわずか4試合の登板に終わり、1勝しか上げられなかった。は2試合に先発した以外はすべてリリーフで登板し、計17試合に登板したものの、防御率6点台と期待に応えられなかった。チームの本拠地が札幌ドームに移転し、岩本とは同学年で、 オールスターゲーム第3戦で悲願した新剛志も移籍してきたは故障のため、11試合の登板で全て先発するも1勝6敗、防御率6.16と期待を裏切る成績となった。2004年のパシフィックリーグプレイオフ第1ステージ、登板機会皆無。5月21日のセパ交流戦の対、読売ジャイアンツ2回戦、東京ドームで、 5回表に野間口隆彦からプロ入り初本塁打を記録。これはパシフィックリーグが指名打者制を導入した以降、日本人投手として初である。外国人投手を含めても3本目しかし、6回裏にタフェローズ、国母勇気に本塁打を許し、敗戦投手となった。結局先発での投板は2試合に終わり、全体でも10試合の投板に終わり、2勝2敗。 防御率5.96に終わり、トレイ・ヒルマン監督の期待に応えられず、オフに自由契約となり、日本ハムの2軍投資コーチ就任を要請されたが、誇示し、現役続行を目指した。東北楽天ゴールデンイーグルスなどが興味を示したが入団には至らず、2006年1月23日に現役を引退した。3月5日、札幌ドームでの対千葉ロッテマリーンズとのオープン戦で、 引退当番。真剣勝負という約束で、堀孝一一人に対して投球したが安打を打たれている。2005年に引退した後、2006年3月5日のオープン戦で引退試合を行った。この時、パフォーマンスの後継者でもある新庄が岩本に花束を渡して盛り上げた。堀プロと契約を結び、野球解説者として活動している。また、 情報番組のコメンテーターとして出演する場合もある。引退直後は新聞媒体では日刊スポーツ専属であったが2018年現在は同心スポーツと評論家契約を結んでいる。男性でありながら高めの声の表現なトークと関西人らしい野球界の裏ネタを交えたトークは好評である。2006年9月 プロ野球マスターズリーグの札幌アンビシャスに入団。登録名は、ガンちゃん。振り仮名は、岩本勤ととなっている。財政再建団体になった夕張市を応援しようと、当時の夕張市立力小学校、現在並行の入学式でスピーチ、また、少年野球教室を開催、PTA の会合で講演したりと夕張市の、青少年育成に一役買っていい。 2003年までは、頻繁に球場内でパフォーマンスを行っていた。例えば、ヒーローインタビューの終了時にお立ち台から、1、2、3、毎度、というパフォーマンスは、勝利投手になった場合のインビューの定番であり、また、岩本のパフォーマンスで一番有名なものである。しかし、同学年の新女が移籍してきた2004年以降は、自身でのパフォーマンスはあまり行わず、 チームメイトとなった新女にそれを任せることが多くなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。